暮らし出て多分5年近く、表紙4年近くになるんですけど、本当に感謝しか思えないですね。もう本当にみんなスタッフも読者も本当に感謝してます。本当に皆さんありがとうございました。そうですね、なんか踊りは人生は本って考えてるの。なんていう、いろんなチャプターがあるんだけど、暮らしのチャプターは本当になんていう、ちょっとだけ大人になってちょっと自立できてのチャプターだったから、暮らし見ると本当になんていう、自分が大人になったかなと思う感じで、それは自分がもっと良くなるために暮らし見てお手本みたいな感じ、テキストみたいな感じ見て、もっと自分のいいところを出すとしとこうかなと思って。最後って考えると、もう本当に今まで一番ベストの表紙を作ってみたいなと思って、でね、何年後に振り返るときにすごい素敵な表紙だとなんか絶対嬉しくなるかなと思って、だからすごい今日の気持ちは 100% は上げました。表紙撮ってる間になんかスタッフとか編集長からもうなんていう、自信持つ感じがいいって言われて、でみんな本当に人間だから自信がちゃんと持ってるか分かんない時あるんじゃないですか。私も今まではもちろんコンプレックスいっぱいで、でも try your best, give your best 100% 上げることがすごい大事だなと思って、自信なくても自分がちょっとだけ頑張ると思ったらいいものは絶対多分作れると思うから、本当にそれライフスタイルにそういう考え方もすごい大事だなと思って、皆さんもこれからも Try your best, give your best のアドバイスがいいかなと思ってます。皆さん一緒にこれからも頑張りましょう。今まで暮らし見てくださった皆さん、本当に本当にこの5年間ありがとうございました。Thank you so much. I look forward to seeing you all in the future. Thank you. 嬉しい。ありがとう。